トレーニングライブではどんどんイルカたちが活躍していきます。個性はそれぞれですので、ぜひとも皆さん好みのイルカを見つけてみてください。それでは向かって左側からジーナ、クー、ケイト、ラブ、今回はこの4頭のイルカたちでお届けします。皆さんも最後までのご声援どうぞよろしくお願いします。さあ、それではまずは練習風景をご覧いただこうかと思いますが、今回練習するのは大きな輪っかができます。この輪っかの中をジャンプしていく、そういったトレーニングになって、実はこのトレーニングもうすでにイルカライブの中でも何度かご覧いただいてはいるんですが、まだまだ成功率の低い種目ですので、成功率を上げていくために練習していきます。それでは皆さん輪っかにご注意、ご注目。できませんでした。このようにですね、なかなか成功率がまだまだ低いものなんですね。もう一回挑戦していこうかと思います。綺麗に輪っかの中を振ることができれば大成功、その時にはトイするものになっているかと思いますので、ぜひともこの毛の動きと、そしてトイするの音にもご注目ください。小さなところからステップを積み重ねて、上から下まだまだパフォーマンス、皆さんにご覧いただくことができるようになるんですね。そしてここからはお待たせいたしました、イルカたちのさまざまなパフォーマンスでご覧いただきます。これをどうぞお楽しみください。
そしてここからいよいよトレーニングライブはラストスパートとなります。ここからは皆さん寒いですが両手を前に出して元気いっぱいになってみましょう。お願いします。Thank you.